藤原康平は、平安時代末期、鎌倉時代初期の武将。欧州藤原氏第四代の当主。藤原秀平の着男。兄に、国公、弟に、忠平、高校、通公、来公がいる。欧州藤原氏三代当主、藤原秀平の次男として生まれる。母は、六津守、藤原元成の娘。イボ兄の国公は、 父太郎、田原の着男と称されたのに対し、性質を母とする安平は、母太郎、東福太郎と呼ばれ、着男として扱われた。玉陽文治4年1月9日上には、秀平の次男であるにもかかわらず、太郎と記述されている。秀平性質書生の子は何人かいたか、もしくは、安平のみだったのかは正確には不明だが、秀平の6人の息子の中で、 安平が、性質の長男だったと推測できる。文治3年10月29日、秀平の死去を受けて安平が家督を相続する。父秀平は、死の直前、源頼朝との対立に備え、兵士滅亡後に頼朝と対立し、平泉へ逃れて、秀平に、被護されていた、頼朝の弟源。 義経を大将軍として国務せしめよと遺言して没した。玉陽によると、秀平は、国公、安平兄弟の優和を説き、国公に自分の性質をめとらせ、おのおのこと心なきよう、国公、安平、義経の三人に起承文を書かせた。義経を主君として求人し、三人一味の結束をもって、頼朝の攻撃に備えよ、と遺言したという。 これは、兄弟間なら対立、構想があり得るが、親子は原則としてそれはあり得ないので、対立する、国公と安平を、義理の不死関係にし、御家として、強い立場を持つことになる、藤原元成の娘をめ取らせることで、国公の立場を強化し、兄弟間の衝突を回避したものと考えられる。文治4年2月と10月に頼朝は朝廷に戦時を、 出させて安平と元なりに、吉経追悼を要請する。尊卑文脈の記述によると、この年の12月に、安平が、自分の祖母を殺害したとも取れる部分がある。翌文治5年1月、吉経が京都に戻る意思を書いた手紙を持った、比叡山の僧、手比か七郎が捕まるなど、再起を図っている。2月15日、安平は、末帝の来光を殺害している。 2月22日、鎌倉では安平が義経の反逆に、同心しているのは、疑いないので、鎌倉法から直接これを制罰しようと朝廷に一層強硬な、申し入れが行われた。2月9日に、元なり、安平から、義経の所在が判明したら、急ぎ飯進めようとの返書が届くが頼朝は取り合わず、2月、3月、4月と、必要に、 欧州追悼の戦時を要請している。うるー4月に、院で、安平追悼の戦時を出す検討がなされた。ついに屈した安平は、うるー4月30日、十兵数百機で義経の帰居していた、衣川間を襲撃し、義経と再し彼の主従を自害へと追いやった。同年6月13日、安平は、義経の首を酒に浸して、 鎌倉へ送り教順の意を示した。しかし頼朝はこれまで義経をかくまってきた罪は反逆以上のものとして安平追悼の戦時を求めるとともに全国に動員令を発した。6月26日、安平は弟の忠平を義経に同意したとして殺害している。安平は義経の首を差し出すことで平泉の平和を図ったが、 よりともは逆に家人の義経を許可なく討伐したことを理由として7月19日に自ら鎌倉を出陣し大軍をもって欧州追悼に向かった。安平は鎌倉軍を迎え撃つべく総帥として国武原、武立てを本営としていたが8月11日懐かしんの戦いで総大将の国港が破れると平泉を放棄して中心機関であった。 平泉館や高屋、宝蔵になどに火を放ち北方へ逃れた。8月21日、平泉は炎上し華麗な邸宅軍も100万の富も、怪人に返した。平泉軍は、わずか3日程度の戦いで敗走し、以降目立った光線もなく、欧州藤原氏の映画はあっけなく、幕を閉じた。22日夕刻に、頼朝が平泉へ入ると、 主が消えた家は、灰となり、人影もない焼け跡に、秋風が吹き抜ける石爆とした風景が広がっていたという。唯一焼け残った倉庫には、莫大な財宝や破来品が積み上げられており、頼朝主従の目を奪っている。8月26日、頼朝の宿所に、安平からの書状が投げ込まれた。あずま鏡によると、以下のような胸が書かれていたという。 吉経のことは、父秀平が保護したものであり、自分は全く預かり知らないことです。父が亡くなった後、気命を受けて打ち取りました。これは、勲功と言うべきではないでしょうか。しかるに今、罪もなく立ちまち性伐されるのはなぜでしょうか。そのために、累代の在所を去って、山林をさまよい、大変難儀しています。両国を沙汰される今は、 自分を許してもらい、ご家人に加えて欲しい。さもなくば、死罪を免じて恩るにしていただきたい。もしご慈悲によってご返答をあれば、被害軍の辺に置いてください。その是非によって、帰還して参事たいと思います。頼朝は、安平の除名嘆願を受け入れず、その首を取るよう捜索を命じた。安平は、伊敵島へ逃れるべく、 北方へ向かい、数代の老頭であった、河田二郎を頼りその本拠である、比内軍人絵作に逃れたが、9月3日に、二郎に裏切られて殺害された。去年35。6日、二郎は、安平の首を頼朝に届けたが、頼朝は、不大の恩を忘れた行為は、八逆の罪に当たるとして、二郎を残罪した。安平の首は、前9年の役の古実に習い、 未間に八寸の手つくぎを打ちつけて、柱にかけられた。安平の首は、間もなく、平泉に戻されて、近親者の手により、黒漆塗りの首を手に入れられ、父、秀平の眠る中村寺根寺木堂の金棺の傍らに収められた。安鏡文治5年11月8日上に、安平洋域の行方を追っている記述があるが、その後の消息は不明。 より友の子と同盟のため、解明するよう命が出されている。安平の子としては、時効、秀康大公の三人がいたとされる。時効は、岩手県氏の記述によれば、父安平と共に撃たれており、妻子の存在は確認できない。秀康の子孫に関しては、岩手県氏に載せられている、安倍藤原氏警府によれば、長男、秀宗は、 上級三年に子がなく没した。次男、良幸は、安倍来宮の娘、沢子を正室とし、新孔を設けた。新孔は、安倍安助の娘を埋め取り、来幸が生まれた。来幸は、安倍安兵衛の娘、一子を正室とし、孔孔を設けた。この孔孔の代から、安倍氏を称するようになったという。孔孔の子には長幸があり、その子で、 高校の孫に、秀政がいたという。以下、後世公明都市村は近世に続いたという。つまり、安倍藤原氏の系譜は、以下のようになる。ただし、岩手県氏以外にこの系譜に関する、記録物は発見されていない。安平、秀康良公校進来校高校長公秀政ま生、公明安氏家の辞席に関しては、省内の郷土史を研究している。 ときたまさかつの、もがみ川口氏によると、安平の小万寿は、坂田に逃れてきた当時10歳に満たなかったそうで、元服するまで特二校のもとにいた。そして、その後太公と名乗り、家来数人と共に、津軽の外家浜に行き、薪畑を開拓した。やがて、太公は、京都に出て、 平泉藤原家最高を基としたがならず、紀州日高軍港家粧の熊野新武領に定住した。その子孫が、南北朝の天十三年、1377年、瀬戸内海の因島に移り住み、巻畑生を名乗っているという伝承が残っている。だが、時効秀康太鼓はいずれも、同時代史料では確認できない上に、 武官賞や、東鏡といった構成の変産物にも記述はなく、実在したかは疑わしい。金色堂に収められた、安平の首については、長年の塔と、忠平のものと考えられ、首桶けが入れられていた木箱にも、忠平公と記されていた。1950年の開館調査にて、死因については残首されたということで、間違いはないのだが、 その首には16箇所もの切相や死相が認められた。中でも、眉間と後頭にある直径約1.5センチメートルの、昇降が18センチメートルの長さで頭蓋を貫通した傷跡があり、八寸の釘を打ち付けたとする、あずま鏡の記述と一致することから、ただ平のものではなく安平のものであると確認された。他にも右側頭部に、刀傷と見られる深い傷があり、 頭や顔に多数の切操や思想があった。これらの始めから首を跳ねるために太刀を7回振り下ろし、5回失敗して最後の2回で切断され、釘打ちの刑に処された上でさらし首にされたと推定されている。また、鼻と耳をそがれ、眉間から鼻筋を通り上唇まで切り裂かれた痕跡が確認された。保存状態は良く、顔は丸顔。 包茎で若々しく、父に似て、鼻筋が通り頑丈な顔立ちであったという。血液型は B 型。歯の状態は綺麗で、レントゲン検査から第3、第9子の歯根が、形成途中の遠心根の先端が石灰か未完成。通常、歯間が完成するのは12歳から16歳、放出は17から21歳、歯根は18歳から25歳で完成するという。 であることが判明し、没年齢は、推定20から30歳代、もしくは25歳と判断されている。また、23から30歳、摂氏の摩耗度合いから見ると30歳程度ともされた。一方、頭蓋骨は20代半ばと30代半ば両方の特徴を有するという見解も出されている。この判定から、 東鏡吉川ガ本に記されている25歳没説と、北条本に記されている35歳没説の両方が無視できないことになり、確定はできていない。しかし、忠平が23歳で没したとの、東鏡の記録から察するに、それ以上の年齢に達していたことは、間違いないとされる。首には縫合した跡が見られ、 近親者と考えられる人物により、手厚く葬られていた。このような御伝がなされていたのは、義経の、方言美意気の影響とされる。つまり、父の遺言を守り悲劇の英雄、義経を支持した弟、忠平こそ、魔の四大メタルベシという心情である。また、逆賊のお名を被った安平が、鎌倉軍が管理していた。 金色堂に収められるわけがないという長年、受け継がれてきた思い込みからの推測も理由として挙げられる。研究者の間では、無本人である安平が葬られることを、近親者がはばかったため、首の主を、忠平ということにしたという憶測もある。また、安平の高祖父にあたる藤原常夫の首であるとの伝承もあった。平家棺調査において、 安平の首桶けから100個余りの蓮の種子が発見された。種子は蓮の権威であった大賀一郎に託されたが発芽は成功せず、その後1995年に大賀の弟子にあたる長島時子が発芽を成功させた。安平没から811年後、種子の発見から50年後にあたる2000年には開花に至り、蓮の花は 中村寺の参考像に保存された。中村寺ではこのハスを、中村寺蓮と少子境内の池に栽培している。中村寺のハス池また、安平と縁の深い福島県立郡国見町では、中村寺蓮を譲り受け、西大江地区にハス池を作った。2021年に周辺が公園として整備され、厚かし千年公園となった。安平は、 伊達次郎と称していたということから、福島県北部の伊達地域との関わりも考えられる。伊達軍に隣接する、忍軍は、欧州藤原氏と関連の深い佐藤氏が支配していた。佐藤氏は、欧州藤原氏と同じ秀里流藤原氏で、秀平の頃の当主元春は、秀平のいとこのおつわこ姫を妻にしていたとされ、またおつわこ姫の娘は、安平の弟。 ただ平に突いだという。そのような欧州藤原氏と強固な関係を持った佐藤氏の支配地に隣接する伊達地域は、文治5年の欧州合戦の折に、安平が長大な暴雷を築いた地域でもある。安平がこの地域を直接統治していたという証拠は、ないが、欧州藤原氏の影響力の強い地域だったことは、伺える。また、文治五年九月三日に、 安平が、秋田で撃たれ、首のない遺体はその死を哀れんだニエサク周辺の、住民たちによって、二色のひたたれに大切に包まれて埋葬され、二色様と呼ばれ、その場所に、里の民によって埋葬されたとされ、その埋葬地とされる場所には、安平の破壊死を御神体として祀る、二色神社が建っている。それから安平の後を追ってきた、安平の妻、北の方が、 夫の死を知って嘆き悲しんだ末に、同年9月7日に自害し、亡くなった場所に夫人を憐れんだ里人が混流した、西木戸神社が立つという。ありがとうございます。